今回これラストです、はい、ピアノ編なんか高断みたいなまず電子かアップライトかを、はい、これアップライトでしょ、この鍵盤感触押さなくても分かるよ違いますね。 NU1X やった後だと特に感じます、ね、まず音のって感覚か、はい、ヤマハかプレンバーガーだと思うんですよ。結構プレンバーガー寄りなんですけど、個人的には、うん、バーガーっぽいな。でもわかんねえ。だから音に関してはちょっと素人すぎる。よし、色見ていきますか。タカさんいっちゃう？ボディ触ってるみたいなもんですかね。そうですね。いや結構ヒントですよ。はい。めっちゃ低いっす。これはまた特徴的な塗装ですね。あんまりツヤがない塗装なんですよ。今回の祭事で低くて塗装があんまりしてない石ってそんなにない。やっぱプレンバーガーじゃない。ということはですね、この譜面台素晴らしいデザインになってるわけです、ね。変わっちゃうか。どこに行くか、どっちがいい？別のとこ行きましょう。蓋？あ、もうなんかあるんですか。デザイン系のピアノになってくるんで、飛車とかもちゃんと指が引っかかるような作りになってるので、ゆっくり押してるわけですよ。新しいピアノですね。そしてこの足ご覧ください。この猫足の足ですね。足がついてますね。もう分かってるから行くけど、はい、ここですね。あれ、なんかこのデザイン性あふれる譜面台、インテリアとしてもすごくいい。はい、PV の110があるんですけど、これ、ね、2台あるんですよ。違いはですね。消音機機種が違うんですよ、まあ、これはその消音ユニットっていうのがついてて、うん、オンにすることによって音出なくなるんですよ、うん、今村さん、つまりこう小ユニットが何なのかっても含めて当てろっていう。小ユニットも当てれるんですか。いや当てれるよ。舐めとるでしょ。こちらにございます、はい、触っていきましょう。なるほど。まずこれはここのレバー、これをオンにすることによって音出なくなります。あ、すげえ。すげえって分かるでしょ。分かりますけど。電源オンのボリューム、まあ、そのコルグのやつと RB9000 があって、はい、まあ、このレバーは RB9000 でまず間違いない。サインウェイの音がこう中に入ってる。手が小さいんで現自体があんまり長く貼られてないんですけど、うん、まあ、それって音が弱いんですよ。でもこの機種はこうなるようにこういうところにサウンドエスケープって言って穴が開いてるわけですよ。音が出るよっていう、まあ、見た目も音も、うん、そして消音器もついてる、うん、消音器だけ結構自信ないんですけど。RB9000 だと思います。はい、いきます。はい、コルグじゃん。何言ってんだろう。いやほら同じタイプだもん。あ、本当だ。バラで。